2018年9月南北首脳会談は2018年9月18日から20日まで北朝鮮の平壌で開催された朝鮮民主主義人民共和国の国務委員会委員長金正恩と大韓民国の大統領ムンジェインの両者により行われた3回目の首脳会談で通算では5回目の首脳会談である。 韓国のムンジェイン大統領が2018年9月18日から2泊3日の日程で平壌を訪問し、18日と19日に金正恩と首脳会談を行った。初日の会談は朝鮮労働党中央委員会本部長者で、2日目の会談は百花園迎賓館で行われた。9月19日の会談では、 非武装地帯をはじめとする対峙地,地域での軍事的な敵対関係収束を朝鮮半島の全地域での実質的な戦争の危険の除去と根本的な敵対関係の解消につなげていくこと。年内に南北を結ぶ東、再開戦の鉄道及び道路連結のための着工式を行うこと。条件が整い次第、海上工業団地と混合産観光事業を再開すること。 今後3地域の離散家族常設面解消を早い、うちに解消すること、東総佐藤エンジン試験場とミサイル発射台を関係国専門家たちの参観のもとに優先して永久的に廃棄すること、キム・ジョン・ウンが近い日時にソウルを訪問することなどを内容とする共同宣言を発表した。ムンジェイン大統領らは首脳会談終了後の9月20日に、ピョンヤンから北部、 両行動にある白桃山に移動して金正恩と合流し白桃山登頂を行った後に帰国した。北朝鮮で革命の聖地とされる白桃山に韓国大統領が登頂したのは史上初であり、登山が趣味の文在寅はかねてから白桃山を訪れてみたいと公言していたが金正恩の提案で登頂が実現したというありがとうございます。